GoPro ってやつですか。違う。今日もあなたと楽勝天国。本日は2022年の11月3日ですね。今日はいい天気でね、もう時刻が4時近くなってきてね、今日一日暖かくてね、それも今日は手伝いの、いつも僕が、シン君って ABC の S 君で、シン君って呼んでる子が彼が来てくれたのでね、で早めにちょっと仕事が終わったので、ちょっと彼のねインタビュー動画をいつか撮りたいなと思っててね、はい、これだとねあんまりちょっとね顔は映さないようにしてねちょうど逆光で顔が見えないからいいよ、シン君5個が刺してるみたいになってるからなんか神々しい感じになってるぜということでね、スタッパ感消えてますそうそう、とてもあれよ、なんか天国のあちらから来てるみたいでちょっと神々しい感じがしてるけど、まあね、今の時代よく俺も知らないんだけど、ほら新規就農をやろうっていう人が多かったりして、でもその中で大事なことがすごく新規就農、田舎に行って農業やろうっていう人が分かってないかなって思われるパターンが多くて、はい、でそこでその君の登場だよ。要するにね、6年やっていろいろちょっと何回も言って申し訳ないけど、ちょっと失敗して苦労をすごく重ねてきたんだと思うんだけど、まず最初に聞きたいのは、この6年で何が失敗だったかって何かありますか？一番は資金繰り、ね、資金繰りがね、はい、で、まあ、例えばなんか一番初めトマトと白ネギやって、なんかで他のもやったりして、トマトはうまいこと言ったけど白ネギがあかんとか、次の年は逆になったりとか で全部がうまいこといかんと、そのギリギリの利益が出ないっていうようなやり方でやって、それでどっちかがこけたらもう赤字になってとか。結構だから無理な、なんていうのかな、資金なんかお金を借りてきて苗を買うとかしてたらしいじゃん。なんか計画がざるすぎたので、はい、こんなんでは無理やろうって。その計画自体は、はい、まあ、もちろん素人だから、はい、その県の人とかがそういう策定してそれに従ったっていうようなことなの？あ、いえ、自分で作って、あ、それを見てもらって、あ、はい、でも半ばゴリ押しで、あ、厳しいんじゃないって言われても、いや、やらせてくださいみたいな感じでその君のその自信は、なんとなく大丈夫だろうと思っちゃった自信は何かあるの？あ、もうとにかくなんかもう死に物狂いで5年10年やったら最低限の形にはなんのかなとか思ったのと、まあ知り合いで友達でその農業やってた子がめちゃくちゃ上手に野菜作ってて、結局売り先がなくて苦労してたんですけど、この人の言う通りやってたら作るのは上手に作れるようになるのかなと思って。最初は観光栽培だったんだよね。一番初めは有機無農薬でやって、その後その青枯れが出てしまって、結構お金使って土壌改良して、そのゼオライトとか腐食とか入れたり、その交番をソイラで抜いたりして、あ、結構専門的なことは一応やったんだな。ほんでただその炭に対するお金をかけたんですけど、青枯れが出て、そこではもうちょっと火砕類ではもっと火砕類で作るのはちょっと接ぎ木でやっても怖いなと思って、あ、でハウスで栽培して通年栽培っていうのをやりたかったので、それだったら低断密植の少量土耕っていうのでやろうと思って、でやってみたら思った通りはいかなくてっていう感じでして、結構だからそういう意味では結構お金かけてつぎ込んでやったわけだよね。だからそのサラリーマンの時に結構その伊勢米場とかお金、貯金はあったわけだな。作ってそれをなんかもう突っ込んでハウス建てたりそれで4桁以上突っ込んで、あ、でも1000万は全部突っ込んでないんですけど、多少残しておったんだ。でも借り入れも起こしたわけでしょ、はい、あ、ほんでそのうまいこといかんくて、2、3年後とかにその、はい、まあ、お金がない状態で苗を借りて買ってとかで、それを枯らしてとか、はい、それで借金がちょっと膨らんだわけだ、はい、あ、だからトータルでだから6年で1000何百は損してるってことになるわけ多分、はい、あ、なるほどね。それで入ってくるのがあんまりもう入ってこないしってことで、はい、途中だからバイト生活になっちゃったわけだ、はい、あ、なるほどね。で今こうやって6年経って、まあ、俺のとこ来ていろいろこうやってね、今どういうふうにすればよかったっていうのは何かある？あ、まずなんかそのもう頭の中でちゃんと綿密に計画を立てて、そのちゃんと飯が食えてて、こういう
農業をやりたいって人のところに研修に行って、あでどういう売り方をしていくらぐらい稼いで、そのためには設備投資がいくら必要でっていうのをその出口から考えて、で今その足りてない技術力とか、それがどれくらいで身につくかとか、資金繰り的にその何月にいくらぐらい必要でとかっていうのをちゃんと計算してから、で 2,3 年そこで研修しながらシミュレーションと実際を合わせていって、技術が身についてお金が用意できて、で土地も借りれていけるってなってから、なるほどね、とにかく始めるのが早すぎましたね。やっぱなんか焦ってたってことなのかな。あ、なんかもうちょっと高ぶってたね。まあなんとなくわかるだよね。その、はい、ね、ずっとサラリーマンやってて、それをやめてさ、それって結構それ自体も結構勇気がいるからさ、はい、でまだちょっと30代とかでしょ、若いわけじゃない、はい、そうするとやっぱり血気盛んで、なんとなくみんなあのその若さゆえの根拠のない自信みたいなのがあるわね。はい、うん、それはまあわからんでもないけど、16時間週7で働いて10年やったらなんとかなってんじゃないかみたいな。確かにね、はい、農業やろうっていう人はそういうガッツみたいなものはねある人は多いからね。うん、でもそのガッツが数字になってね実るかどうかって全く別だからね。だから、あ、まあ、もっと言ったらなんかその原価率を全く意識できてなかったので、原価率っていうことで言うと俺だって20年やってるけどあんまりそんな詳細な計算したことないけどね。いや、なんかもうその百姓農園さんのとこに来させてもらってびっくりしてるのが、そのなんかそのやっぱりもう本当に合理的というかめっちゃ計算し尽くされてて、表には出されてないと思うんですけどまあね、うん、その資金面からその栽培計画からその作付けからも全部が合理的になんかもう計算し尽くされてやってるので、あ、これがもうプロのレベルやねんなっていうのを今やったら分かるので、る、ね、そしたらこれぐらいの利益出そうと思ったら種代はこれぐらい2000トンとか、土を土に一旦分の土に対する投資できる金額とか、うん、作業できる時間とかっていうのも割り出せていけると思うんですけど、うんうん、やっぱりなんかその百姓農園さんの場合全部売り先から、うん、売った金額から逆算してその、うん、栽培計画とか資金繰りとかされてると思うんですけど、うん、真逆やったので、うん、今この金持ってるからこれ全部突っ込ん で、 あ、 であとはなんか死にも狂いでやってたらなんとかなるやろうと思ったらドツボにハマってしまったっていう感じで、まあね、だからやっぱりそれってね俺がよく言うところなんだけど、生産にとらわれてるんだわ、はい、うん、で始める時もみんなどうやって作るかとか、はい、そっちの生産から行くんだけど、はい、でも例えばね、なんて言ったらいいのかな、車をやってる車メーカーとか自動車メーカーに携わってる、ね、販売も含めてだけど、車ができるかどうかなんて誰も考えてないじゃん、はい、もちろんいい車を作らなきゃいけないとかマーケティングをしっかりして車を、でも多くの場合は農業やろうという人はできるかできないかっていうところをずっと気にしてるじゃん、はい、ね、だからできるとして、あのでもその自信もなく始めてしまって、はい、最初の5年間ぐらいはそうやってできるかできないかにとらわれてるだけでしょう、はい、うん、で逆に言えばできて当たり前だと思ってる人ってほとんどいないから、はい、そこの時点でそういうものってやっぱり売れないんだよね、うん、やっぱなんかその僕の今年出来悪いわっていうのと百姓農園さんの出来が悪いわっていうのはやっぱり全然違ってて、なんか僕の場合はなんかその、うん、僕の出来へんわはもう今年終わりって感じででもなんか百姓農園さんの場合はリスクヘッジされてそのコントロールの中で、あ、まあね、その中でこれがちょっとあかんとかこれは OK っていう感じなので、まあね、全部その自分でコントロールされてる中で起こってることなので、あ、まあね、はい、あ、やっぱりその一つの作物にかける時間とか資金とかも全部シビアに計算され尽くしてるので、うん、でも多分俺の動画見てる人はそこまで百姓農園を細かくやってるとは思ってない人がほとんどだと思うけど、実際には結構綿密にやってるっていうのは分かるでしょ、はい、そうだね、無駄なことはできるだけしないようにはしてるんだけど、はい、今ねそういうやり方をこうやって一緒にやってるとそういうのはやっぱ伝わるわけね。もうなんかむちゃくちゃあの衝撃を受けてますこれがプロのレベルやってるんだって何してたんやろうって思いますね。あ、なるほどね、そういう売りのところからっていうのは確かにねそういうふうに見えるのかもね。だからなんかその今やったらその頭の中ででいいのでちゃんと計画を立てて、で技術的に全部どこが足りないかとか、僕今で言ったらその
夏の育苗、うんうんうん、今年はその夏の育苗を失敗してるので、うんうんうん、でなんかほうれん草があんまうまいこといかんかったので、そこをなんかこうちゃんと計画立てて、もう一回来年リベンジしてっていうのが、その正解があれば自分が何が足りないかって分かるんですけど、それがない状態でやっちゃうとうまいこと言ってんのかあかんのか分からんままやっちゃうので、ね、はい、そうね、確かにそうだね。なんかトマトも出来がいい時はありますし、今年も完全オーガニックで十何段かとかは行ったんですけど、それでもあまり利益が出てないですし、そうか、そうだね、そうだね、なかなかね、もともと農業ってその利益を出す、その流通も含めてさ、はい、そのお金が、特に生産者にお金が残るシステムというか構造自体がない業界だから、はい、よっぽどなんか普通の流通だとか言われるままに生産者が業者とかに出してても、はい、金残んないじゃんね。残んないですね。残んない。だからあの俺もこうやって今直売所出しとか、はい、その出してて思うのは、この先に果たして未来があるのかって、やっぱり、まあ正直言ってあんまり明るい未来があるとは思えなくて、だからやっぱりその流通とか加工とかも手掛けるんだったら、だからまあ僕の場合はだから直販にずっとこうだわってやってきたけど、ある程度の値段で、この値段だったら利益が出るっていうところで、それをじゃあある程度安定して売っていくとか何かしら考えないと、構造的に多分利益やお金が残らないような気がするんだよね。うん、なんかその僕5年ぐらいやって、6年かやって、うん、なんかその土の勉強は結構してると思うんですね。うん、よく知ってると思うよ。そこだけが農業やと思ってたのでなんかその百姓農園さんとこう来させてもうて、うん、農業ってもうむっちゃくちゃ広いじゃないですか。まあまあそうだね。そのブランディングもそうですし、うん、そのなんかあの広報とかもそうですし、営業もそうやと思いますし、で人との関わりもそうやと思いますし、でなんかもっと言ったらもう営みとか、うん、そういう全部ひっくるめて農業って言えるのかなと思うんですけど、うん、その中のそのどういう土を作ったら野菜が育つかってとこしか見てなかったので、これはまあ素人の延長でしかないよなっていうのを痛感しましたね。あの多分総合力なんだと思うんだよね、農業とか農家が生きていく道っていうのは、はい、でもやっぱりその例えば野球でいうところの、どうやったらみんな、その野球っていろんな、ね、ピッチャーがいてバッターがいて、でゲームで勝つってことが最終的な目的なんだけど、はい、みんな速い球を投げるっていう、そこしかみんな考えてないみたいな、はい、うん、でも速い球を投げたところで、それ同じ球ばっか150キロ160キロ投げてても相手がプロだったら打たれるし、はい、だからね、そのゲームで勝つということと速い球を投げて三振だけ取るっていうこと、全然関係がないことなんだよね。うん、確かに、なんか野球の例えで言ったら、うん、野球のルールも知らんと筋トレだけしててそう、まあね、はい、だからなんとなく資金をこうやってかき集めて始めてしまってっていう、はい、うん、まあだから失敗する人って本当にそういう人が俺も多いんだよね。で、はい、俺の周りでも過去そういうふうにして自己破産してる人もやっぱり2人ぐらいいるわけ、はい、うん、もっと2000万以上3000万近くやっぱ借金して、はい、で自己破産してる人もいるんだけど、あのだから借金するのがいけないと思わないんだけど、根拠のある借金っていうのをあんまり俺見かけたことがなくて、はい、だから俺はこうやってずっと最初は本当に数十万ぐらいからね、厚木の時なんか6単だから本当に素人に毛が生えたぐらいでやってたけど、それでもなんとかね、あのトータルとしては黒字になって、そこから千葉に行ってからドーンと行ったわけだけど、なんでそんなね、みんなお金をかけて始めるのか俺には分かんないんだよね。でも僕も今やったらなんかその今から始めるんやったらその補助金とかもらわんで、なんかあのタイミーとかでも結構その午後からのバイトとかもあるんですね。まあ、あるわな。で自分の都合だけでパッと入れるバイトとかあるので、なんかその手の回る範囲で畑やりながら、そう、ね、資金繰り的に農業だけでは足りんなってところで、そういうなんか単発のバイト入れたりして、だ最初5単ぐらいでね、はい、やっていって、ある程度、ね、500とか売り始めるようになれば、そこでバイトをやめてね、専業に切り替わるぐらいの、はい、それもなんとか 2,3 年ぐらいでいければっていうぐらいから始めれば、そんなに俺困ることないと思ってるんだけど、なんかね、うん、失敗する人が多いからね。あれなんか何ですかね、なんかハウス建てたり
なんかトラクター買ったり機材揃えたらなんかできるような気がしちゃう。あれはそれは分かるだよ。確かにね、なんかね、ね、こういう立派なね、はい、ことを、まあ、自分で借金してこう立ててピカピカのハウスの中にこう腕組みして立った瞬間に俺は何かを成し遂げたみたいな。まだそれはあなた道具というかこれからその中で作って売らなきゃいけないわけじゃない、はい。でもな、購入した時の高揚感トラクターとかね、あれから地獄が始まる、ね、まあそうよ。トラクターもさ、ようやくなんかね、はい、あの十何馬力のちっちゃいおもちゃじゃなくてさ、 ある程度二十何馬力でさ乗ってみるとでかいしさ、ある意味そのね、軽トラなんかよりもはるかに高い買い物するわけじゃけどさ、トラクターを買った瞬間にそれでなんか意味もなく耕しただけでさ、なんか野菜ができたようになるわけじゃん。 気になるけど何も進んでないんだけどね、はい、あの家をもらえることになってて、買わせてもらってて、ほんで倉庫がついてるんですよ。あのどでかい倉庫にトラクターを入れた時のあの高揚感まあねわすげえ、なんかトラクター入れる倉庫が手に入ってるっていうのがなんか分かる分かる。なんか意味もなくね、倉庫から出したり入れたりね。そうですまあわかるよ。そうそうそう、ね、何かを作って販売したわけでもないのに、わ、はい、かりますよ。まあね、で結局そういうのっていうのは、まあ初心者がね、陥りがちなねことで、で結局プロになると、結局ほらサラリーマンやってた時だってわかると思うけど、毎日会社に行って決められた電車に乗って、でまあなんとなく仕事して、でも月末になったら25日になったらちゃんと給料が振り込まれるわけじゃない、サラリーマンって、はい、で農家も全く同じで、結局朝そんなにね勢い込んで起きなくても、まあ普通の時間に起きてきて、それで畑に出て、そんなに難しいこと考えなくても何となく野菜作って、で月末になれば何がしかの金額がちゃんと手元に残ってるっていう、そのルーティンの仕事で、それで毎月売り上げがある程度あるよっていう状況を作らなきゃいけないわけなんだけど、はい、それって簡単じゃないじゃん、農業の場合は。難しいですね。そう、難しい、安定させて。でもそういうふうにある意味ルーティンで、あのそんなにね、なんか戦略だがどうったらこうったらってことをそんなに深く考えなくたって、はい、なんとなくこうやっていけて、それでちゃんと金が残るっていう仕組みを作るのに何年でいけるかってことなんだと思うんだよね、はい、うん、多分その辺がね、5年でぐらいで撤退する人がやっぱり多いから、でちょうどそんな時にね、君と出会ったから、あーこれはと思ってね。でもう一人一緒に始めた人はもう離農しちゃってるわけでしょ、はい、あまあね。であれですか、で我が百姓農園に来てどんなか、何が一番勉強になってるとか、何がポイントで今どんなことを学んでるとか。一番っていうとやっぱり、なんか本当にむちゃくちゃ多いので、あ一番っていうのが、例えば栽培のレベルってやっぱりすごいですね。もうすごいの一言ですよね。あ、まあ正直ね、こうやって俺も自分で言うのはなんだけど、多分ね、東海地方や関西でオーガニックでこれぐらいのレベルでっていうのは多分まあないかなとは思ってるんだけど、うん、だから多分見たことなかったわけでしょ、うん、そのなんか2ヘクタールがあんだけ綺麗な野菜でバーって、あ2ヘクはまだないですね。まあ、うん、1.2 か3ぐらいだけど、で、うん、であれだけ綺麗な感じでこう揃ってるのもびっくりなんですけど、全盛期でも8ヘクタールって言われてるので、まあね、でそれもちょっともう想像つかない広さですし、で野菜の一個一個がやっぱり無駄がなさすぎるので、やっぱりまあなんかこう今パッと思いつくので言ったら、なんかその作りっていうのでも、なんか雑草の作業とかでも、やっぱり大根に対してとか葉物に対してとかでやる作業は違いますし、かけていい時間とかも全然違いますし、でその同じ作物でも、そのなんか時期によってかける時間とかも全然違ってますし、あ確かにね、めちゃくちゃ考え抜かれてるなっていうのは。そうね、うん、そうかもしれんな。まあ、だからリスクヘッジっていうところがやっぱり、あそうね、オーガニックはやっぱりね、はい、今年俺も秋の前半結構ね、キャベツが全然できなかったから、やっぱりその常にできないっていうことを想定して、はい、できないって何ていうかな、まあできないってことに慣れちゃいけないし、できて当たり前なわけじゃない、さっき言ったように売り上げ上げなきゃいけないから、はい、でも常にできない、例えば台風がやってくるとか、できないってことを想定して、そのカードをね、1枚2枚だとやっぱ足らないから、はい、5、6枚まで持っていて、そのカードをね切っていけば、とりあえずそこで数字は落ちないというふうにしないと、
最初からだからオーガニックでうまくいくことなんかないから、はい、でもうまくいった時はたまたまラッキーってだけじゃんっていうので、うん、だから常にそのリスクヘッジは今年はカードを2枚